言のの力でであなたの人生を変えるものです今回のテーマは依存心が強いと支配的な人を引き寄せてしまうです、まあ人っていうのはエネルギーを放っている人が好きなんですよねでこれは法則なんですよ、まあ、これは人に限らず万物がそうですエネルギーを放っているもとにどん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 引き寄せられるんですねだからこれ人っていうことで言うと感覚的に言うとですよ まあその人が部屋に入ってきただけでみんなの雰囲気がパーッと明るくなるようなそういう人っていうのはまあエネルギーを放っているわけじゃないですかで実際好きですよねそういう人そういうエネルギーを放っている人っていうのはうんだからまあ人はまあエネルギーを放っている人が好きなんですよでこれはもう法則なわけですまあさっきも言ったんですけど法則なわけですでそういう人に対してはまあ愛を示していくわけなんですね なら、心と心で繋がっていくような、そういう繋がりを持ちたいなっていうふうに自然に人は思うわけなんですよ。で、一方で、エネルギーを奪う人、うん、奪う人は、まあ、嫌いなんですよね、人っていうのは。単純な話、まあこれは法則なんですけど、法則みたいなそういう難しい話をしなくても感覚的にわかりますよね。エネルギーを奪う人って だって好きですかなるべく関わり合いたくないじゃないですか。でエネルギーを奪う人ってじゃあ具体的に言うとどういう人なのかっていうと、まあ、いわゆる依存心が強い人なんですよ。依存心が強い人。だから嫌ですよねそういう人依存心が強い人。もうすぐ助けて助けてって言ったりとかすぐ頼られたりとかそういう人。 いつも被害者意識を持って何かを主張しているようなそういう人そういう人っていうのはその人のことを尊敬するとかそういうことは全くないですよね絶対にその人のこと大好きとかで依存心の強い人がいてまあ俺その人大好き依存心の強いお前大好きっていう風に言えるかっていうとそれはないですよねだから依存心が強い人っていうのは遠ざけられてしまうんですね うん、で遠ざけられるってまあこれもうちょっと具体的に言うと深掘りして言うとどういうことかっていうと愛でつながろうとは思わないってことですそういう人と心と心でつながろうとは思わないってことですあのもちろん依存心が強い人はまあ見てて不憫な場合もあるんで助けてくれるって場合はありますよあまりにも不憫なんで助けて助けてっていうふうに言ってるんでああ 助助けけなきゃってことこで助けてくれるっていう場合もありますよだけどそれは愛で助けてるわけじゃないんですよ。うん、何で助けてると思います、その人は。その助ける人は。依存心の強い人が、助けて、助けてっていうふうに声を上げてるのに対してあ、助けてあげるよっていうふうに言って助けてあげる。それは愛じゃないんですよ。何がモチベーションとなって助けてると思います それは世間体ですよ、世間体。うんまあ、だから心と心でつながって、この人と、まあうん、この人に関わらなければいけないとかそういうことではなく、まあ、単なる世間体、まあ、別の言い方をしたら道徳心ですよねで。道徳ってすごく素晴らしいことっていうイメージがありますけど、まあ、厳密に言うと道徳っていうのはちょっと次元が低いんですね。 うん、あの次元が高い部分は愛なんですよ。愛はもう何も言葉はいらないし、何も根拠もなく、あ、すごいなとか、この人は素晴らしいなとか、つながっていたいなとか、そういう包まれていたいなとか、常に進化していくような感覚であるとか、もうすべての万物が持っている根本原理ですからね、愛っていうのは。だからこの愛っていうのが一番高い次元にあるわけなんですよ。でみんな結局愛が欲しくて色々 生きてるわけなんですね。まあ、いろいろ勉強頑張ったり仕事頑張ったりするのも結局は愛が欲しいからですよ。だから最終的にみんなその愛というものにたどり着きたいっていうそういうことをま、意識してるかどうかは別としてみんなそれを目的に生きてるんですよ。で、そうした場合道徳っていうのは愛じゃないんですね。愛じゃない。うん。だからもうちょっと正確に言うとまあ、愛がない 状況に僕らららは暮ししてていいいるかかかそううう中やっっぱり争いとかが起こってしまうわけじゃないですかだから、やむを得ず道徳というものを敷、まあ、いて、まあ、一種の洗脳ですよね、そういうふうに洗脳することによって統制を保つと、そのためにやむを得ず存在しているのが道徳なんですよ、だから道徳ってもちろん大事なんですよ、大事なんですよ、大事だけど本質ではないということです、次元は別に高くないってことです、まあ仕方なく守るっていう。 まあ道徳的に行動していればとりあえずまあ秩序は保たれるし、うん、まあいいんじゃないのっていうまあそれが道徳ですからまあ典型的なのが江戸時代ですよね江戸時代朱子学を徹底させましたでそれは何でかっていうとその前の時代とかでまあ戦乱の世の中だったりしたわけじゃないですかだから人々を自由にさせて自由意志に ほっぽり出しておくと、まあ、みんな愛の状態にないわけなんで、人ってのは。やっぱり、人の次元ってまだそんなに高くないんで。だから、自由意志に基づいて、あれこれやっていいよっていう、そういう世の中になると、やっぱ戦乱の世の中とかになっちゃうんですよね。だから、これじゃたまらんということで、ん、まあ、趣旨学を敷いたわけなんですよ。あの、戦乱の世の中を統制するためには、大きくわけで、二つの方法があって、一つは武力で、 圧倒すするっていうやり方ですよね、まあ、お前らが戦乱でもういろいろ戦争を仕掛けてくるんだったら俺はそれ以上に強い力で圧倒してやるってこれが一つのやり方ですだから織田信長とかはそれやったんですよねだけどそれってねやっぱりきついわけじゃないですかいつまでも圧倒できるわけでもないしだから実際謀反を起こされたりしてうん倒れちゃうってこともあるわけですよねだからうんどうすればいいかってことで考え出されたのが まあ、道徳ですよ道徳みたいな方法。ああいう方法っていうのは、まあ、その道徳を敷いておけば自動的に庶民の方が戦争しないっていう選択をしてくれるわけですよね。だから上のものを常に立てなさいと殿様を立てなさいと年上のものを立てなさいとそういうふうに秩序を作っておけば、まあ、理由なくたと、まあうん、えそれが馬鹿殿様であったとしても付、まあ、き従うかとそれが道徳だからっていうことでまあ わわわざわざ反乱を起こさないわけですよだから、あるいは、商人は汚いですよとか、お金を持つことは汚いですよ、質素倹約こそが人の道だみたいなことやさて、洗脳しておけば、もうお金を持つことは汚いというふうに庶民が自動的に思うわけですよね。だから、お金を持たないし、そうすると武器も買わないわけですよ。だから、平和が保たれるってだからそれが道徳というやり方ですよ。だからこれは一つの知恵ですよね。うん。あの、愛であふれてない人たちが多いからこそ、 やむを得ず考え出されたのが道徳という一つの知恵ですよ。だからその道徳に基づいて、まあ、今回のトピックで言うと、依存心が強い人いますよね。依存心が強くて、助けて助けてっていつも言ってる人。そういう人に対して、ああ、ここは道徳心で助けてあげるべきだってことで、助けてあげるってことは、まあ、あるんですよ。よく。だけどそれは愛じゃないですからね。愛じゃないですから。道徳という次元の低いものに従って、一応助けてあげたよっていう。 だけなんで根本的な愛でつながってるわけじゃないんでやっぱり充実感みたいなものは得られないんですよねその「助けて」っていうふうに言ってる人からしてもまあ助けてはくれたけどでも心の底から満足みたいなふうには至らないわけなんですよ、うん、だから、うん「助けて助けて」みたいな依存心が強いとどん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 ,どん辛くなっていくんですね で、辛くなってくるっていうのは、まあ、いろんな意味があって、で、それが今回のトピックなんですけど、支配的な人を引き寄せてしまうからなんですよ。つまり、依存心が強くて、助けて、助けて、助けてっていうふうに言ってる人っていうのは、まあ、そういう人を助けるパターンっていうのは、まあ、さっき言ったように、一つのパターンとしては、道徳心から助ける、世間体から助ける、こういうパターンが一つあります。で、もう一つのパターンがあって、それは、支配的な人が、 利用するる目的で助けるっていうパターンだから、これ本当気をつけなきゃ人生がどん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 落ちていっちゃいます、もう本当、それこそ闇金牛島君のダメキャラみたいな感じに、もうババババっとどんどん落ちていっちゃうんですよねあの。支配的な人っていうのはむしろ依存心の強い人を探してますから、あのそういう人って自立心がある人が大嫌いですからね、支配的な人は自立心の強い人大嫌いですから。 なぜならば、まあ、言ってみたら支配的な人そのものが依存心が強い人なんですよね。うん、らやられちゃうわけですよ。だから支配的な人はまあ別の言葉で言うと依存心が強い人で、その依存心が強い人は同じく依存心が強い人を探す、まあ、言ってみたら共依存みたいな感じですよね。共依存みたいな関係になってくる。共依存なんですけど、まあ、支配的な方がやや強い形で。 まあ支配するという、支配するというのも一つの依存の形ですから、依存の変化形みたいな感じですから、支配することによって何かを得るであるとか、自己肯定感をゲットするであるとか、そういうふうに支配することによって自分の自我を確立するであるとか、お金を得るであるとか、だから、支配する人にとっては、支配される人あっての自分なんですよね、だから言ってみたら依存してるわけですよ、見た目は支配してますけど、依存してるわけですよ、まあずれしても、支配的な人っていうのは、依存心の強い人を探してますから。 もう常々探してますから,だからそうする中で、まあ、助けて助けてっていうふうに言ってる人を見ると支配的な人はすごく喜ぶんですね喜んで近づいていくんですよで利用していくんですよ、まあ、だからまあ典型的な例としては遊び目的で異性と付き合うみたいなパターンですよねならまあ女性が遊ばれるとか そういういい話ってよくあるじゃないですかで。その場合っていうのは女性の方が依存心が強いんですよね。依存心が強くていつも自分に不安を抱えているでそんな時に、まあ、うーん優しい言葉をかけてくれるような男が近寄ってくるともう途端についていっちゃうわけですよねだけどその男は別にその女性に対して愛があるわけじゃなくて、まあ、遊びたいだけなんですよ、うん、だから結婚とかをちらつかせて 散々遊んで、でも結婚はしないみたいな感じですよね。もちろん逆だってありますよ。その男が遊ばれちゃうっていう場合もあります。だから女が近づいてくると。で、男はまあ自分に不安を抱えていて、俺モテないしとか、なんかもう超自己肯定感が低い。で、まあ、うん、依存心が強いわけですよね。まあ、そのモテない、モテないって言ってるのも、なんでモテないかっていうと、もう自分を認めてないから、自分を愛してないからモテないんですけど、まあ、いずれにしても、 うーん自分の人生何とかしたいっていうふうに思ってる。その依存的な形で何とかしたいと思ってる。そんな時に女性が近づいてくるわけですよね。まあ、まさにハニートラップみたいな感じですよ。で、いろいろ吸い取られて捨てられちゃうみたいなパターンですよね。だから利用されちゃうわけですよ。依存心が強いと。まあ、他の例を言うと、闇バイトとかってありますよね。ああいうのも側近でこれだけ稼げますよみたいな感じでバーンと押し出す。で、まあ、 そういったものに飛びついちゃうわけじゃないですかまあああいうものを運営してる人たちっていうのは支配的ですからねもう超支配的ですからそれはもうどん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 利用するわけですよ利用して利用して利用して利用しまくって利用価値がなくなった時点で捨てるって感じですよねだから本当闇金牛島くんのダメキャラみたいな感じでもうどん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 落ちちゃうんですよ一瞬で支配的な人ってどんどんどんエネルギーを落としにかかりますから だからもう速度が速いんですね。ただでさえ依存心の強い人ってエネルギーがどん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 落ちてるのに、もう生きる中で。支配的な人ってのはそのエネルギーが落ちる様子をどん,どん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 促進させますからね。利用して利用して。うん。だからそういう人を引き寄せちゃうんですよね。だから最終的には依存心ではなくやっぱ自立心っていう。 方向に行かないと。なかなかきついですよね。やっぱ自立心があって、で、自立心があるってどういうことかっていうと、自分を愛してるってことですからね。本当の意味で自分を愛してる。あの、いわゆる自己愛とは違いますよ。自己愛性パーソナリティ障害とかな、ね、自己愛とかっていうのは。ああいうのってのはむしろ自分を愛してないわけですからね。まあ、自分を愛してなくて自分に不安感を抱えていて、自分をものすごく疑ってる。だから、 少しでも自分のリソースが奪われるのを嫌うんですよね。なぜならば自分を疑ってるから。だから自分の時間が奪われる。自分のお金が奪われる。自分の、うん、労力が奪われる。こういうことをものすごく嫌うんですよ。だから、お金を使って、労力を使って、時間を使って誰かを手伝ってあげるとか、そういうことを全然しないんですよね。そういうことをちょっとでもしてしまうと、自分の中からリソースが奪われてしまって、 でもう自分はダメになってしまうと。そこまで自分を疑ってるわけなんですよ。だから自分をすごく守る。で、守るどころか周りから奪う。だって自分に不安を抱えてるわけですから。自分にはリソースが足りないっていうふうに思ってるわけですから。ただから周りからエネルギーを奪う。まあ、うん、時間とかお金とか、まあ、お金貸してとか。 まあ、いろいろ、まあ、手間かけてあれこれやってって言ったりとかだからそういう様子が周りから見ると自己愛に見えるんですよあいつ自分のことしか考えてねえみたいな自分大好き人間だみたいなふうに見えるんですがでもそれは全然事実は逆で自分大好きなんじゃなくて自分を超疑ってるんですよ超疑ってるから周りからエネルギーを奪おうとしてるわけなんですねだからこういう意味での自己愛ではなくて本当の意味での愛根本的な愛自分を信頼してるよっていう 自分は大丈夫だよ。だからちょっとぐらいミスっても大丈夫だよ。みたいな。うん。そんぐらいの、もう、絶対的な信頼感。自分に対する。これを持つことが大事ですよね。で、これを持てると、自然に自立心って、芽生えてくるんですよ。だから、これって別に努力とか、根性とか、気合いじゃないんですよね。まあ、自立心を強くするなんていうことを言うと、 まあよく考えられがちなのが気合で俺は自立心を持つんだ持つんだ持つんだ,つんだってなんか気合入れてやっていくのかなっていうなんかそんなイメージじゃないですかでもそうじゃないんですよそういう余計な気合を入れるんじゃなくて自分を愛するってことをひたすらやっていく自分は大丈夫だよ自分は OK だよっていうふうにやっていくそうすると自分への信頼感がだんだん強まっていきますから。 いや信頼感が強まると、もう別に依存心なんか持つ必要ないですよね。だって別にミスしたって大丈夫ですから。で、自分を疑ってるから、例えば何かミスした、仕事でミスしたって時に、あ、助けて助けてっていう風に言っちゃうわけじゃないですか。でも、自分を信頼してたら、あ、へっちゃらだよっていう、こんぐらいのことで揺らぐ自分じゃないよっていう、ことがわかるわけですよね。だから変に、うん、依存心みたいな感じにはなっていかないわけですよ。 そういう人,を人は好きなんですね。そういうい人ってやっぱり部屋に入ってきただけでパーッと明るくなるしやっぱりみんなその人のエネルギーにあやかりたいっていう思いもあるだからその人とは損得感情を抜きにして愛でつながりたいってみんな感じるだからその人が例えば困ってる時とかにみんな助けてくれるわけですよで助けてくれるってうのはこれは別に道徳心からとか世間体とかあるいは そういうことではなく本当に心から愛で助けたいっていうあ,あの人が困ってるんだったらみんな助けようよって感じで、まあ、自然に声が上がってそれで助けてもらえるみたいなことになってくるわけですねだからうんやっぱ依存心が強いと逆に助けてもらえないんですよね一方で自立心が強いと不思議と助けてもらえるっていううんだからまあ うん。依存心を手放して。まあ、依存心持ってると支配的な人が寄ってきますからね。だから、そういう、まあ、めくさいものはもう手放しちゃって、どん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 自分を愛して、うん。自立っていう、その自立心っていう方向に舵を切った方がいいですよね。まあ、人生いろいろですけど、頑張っていきましょうね。では。あなたが進化するメルマがやってます。詳しくは概要欄から。